どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日も歴代最強デッキ決定トーナメントの様子をお届けしてまいりたいと思います。本日は準決勝第1試合第2試合こちらの様子をお届けしてまいりたいと思っております。それでは早速参りましょう。デュエルスタンバイ。さあいよいよ始まりました準決勝。いよいよベスト4が出揃っております。6部衆、そしてロイド召喚獣、そして知らない、そして根性ヒーローと、なんとね根性ヒーローが残ってるのがすごいですよね。さあこれは強いな。ちょ6部衆、これカス部衆じゃない、これカス部衆ムーブじゃないこれ。さあ結束の効果で、先行なのにカードが6枚になっていく。でさらに結束発動して、道場発動して、あーこれやばいねこれこれやばくないっすか、これやっぱこのデッキおかしいって、やってることどうなってんだよこれ、おかしいじゃん、何回2ドローすんだよ。インチキ効果もいい加減にしろ、本当にこのカードはインチキ効果もいい加減にしろ。まあ、これで新鋭の効果を1回使ってるんで、これでまあ風磨出しても、新鋭は出ては来ないんですが、カウンターが2個溜まったことによって、結束何連打してんだよこいつ、結束何連打してんだ、キモいだろ、やばいやばいだろこれ、どうなってんだよこれ、どうなってんだよ。これ支援支援ですか、これ支援支援説ありますね。全然これは支援支援説もあるし、まあ、これ止めといてもいいんですけど、まあ、支援支援ですかね、止めとくっていう選択肢もありますけどね。まあ一応向こうがロイド召喚獣ってこれ分かってるんで、対戦してる関係上もトーナメント方式なんでね。なんでこれはまあ一旦支援支援でも魔法カードをゴリゴリ止めていくっていうパターンなんでしょうかね。召喚獣もエレメントセイバー召喚獣ではなくてロイド召喚獣を今回は採用してるんで、なのでまあモーレフとか入ってないんで裏側にするカードがそんなにたくさんあるわけじゃないですよね。相手も、まあ、相手は基本的にその、召喚魔術を打ってプルガトリオに、あ、まあ、カイツロードとかで耐えてライフ守ってで隙をついて、あ、まあプルガトリオでワンキルをしていくというデッキなので、さあ、1枚セットは大丈夫でしょうか。1枚セット大丈夫なのかな、まあちょっと、まあ、とりあえずここは一旦スキル発動して殴りに行くっていうのが正解なんじゃないかなっていう感じしますね。まあ、カイトロイド1枚くらいはあるんじゃないかなと思いますが、さあとりあえず支援でぶん殴っていく。魔法トラップカードはいや、あれ大丈夫、これ終わっちゃうんじゃない、もう大丈夫大丈夫、おお危ない、なるほど、一応ディスティニードローか魔導将来か、そのあたりは、まあ、発動できるかなといったところ。さあ魔導将来、魔導将来の効果によって魔法使い付けモンスター対応デッキからドローしてきます、ランダムでね。まあおそらくアレイスターしか入ってないんでアレイスターを引いたといったところでしょう。ただし一番きついのは召喚魔術が今のところ2回止められるっていう、メガロイドシティ、メガロイドシティか、ここ止めなくてもまあいいんじゃないかなという気はしますね。召喚魔術を止める、そしてまあ、召喚魔術以外に、まあ、何かこの試練を破壊し、まあ、破壊というか、まあ、妨害してくるようなカードを止めていけばまあいいのかなと思うので、まあカイトロイドは通したと、そういったプレイングではないでしょうかこれだいぶきついと思うよ。だってさ、もう支援2体っても召喚獣これ相当きつくない、どうやって融合するの、どうやって融合するんだっていう話じゃないこれ。さあ相手日本代表考えております、日本代表東吉原選手考えておりますさあどうやってこの場面突破するんでしょうか。もう今この手前で龍さんはもう腕組んでドヤ顔で鼻くそほじりながら耐えとしてますからね。この状況では鼻くそほじってピーンって鼻くそ飛ばして耐えとしてますからね。なんならさあアレイスター召喚、さあアレイスターの効果を発動、アレイスターの効果によって召喚魔術を手札に加えていく。さあ召喚魔術は手札に加えられて、メガロドシティの効果、アレイスターを破壊してカイトロイドからなんか持ってくるみたいな感じですかね。これで結構ねアドバンテージというか墓地に行ったアレイスターを無駄なく融合できるんで、これがまあ強みではあるんですけども、カイトロイド、カイト召喚獣、ロイド召喚獣の強みではあるんですが、まあ、ただしですね召喚魔術がねやばい、ライフ守ることしかできませんよ。大丈夫ですか、大丈夫なんでしょうか。
まあ、カイトロイド1枚あるんで、まあ、ここは1回全部カイトロイド吐かせる作戦でいってもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、本当はね、あの、エニシがいいんですけど、まあ、1回道場を発動しておいてからの刻んをぶち込んでいくと。さあ、これでカイトロイド全て吐かないと、ライフは守りきれませんよと言ったところですが、キモすぎだろ、このデッキ。さあ、カイトロイド1枚目いこうか。で、ダイレクトを止めていく。で、遅延の、1体目の攻撃は、カイトロイドぶん投げていく。そして、支援でもう一回ぶん投げて、カイトロイドでぶん投げて、はい。カイトロイド何枚入ってるんですかね、あとね。カイトロイドがまあ3枚あるんだったら、まあ一応まだもう1枚デッキに眠ってるっていうのあるんですけど、確か入れてなかったんじゃないかな、と思うんですよね。ってことはもうこのターンで、なんとかしないと、闇指選手は。なんとかしないと、魔法2回、魔法トラップを2回止めれるっていう状態で、この盤面をなんとかしないと、あなた、あの、負けますよ。次のターンにね。もう一人の僕。さあ、もう一人の僕困っております。っていうことは4枚、そして伏せカードが1枚。召喚魔術止められるのも本当につらいと思うね。で、一応まあ、狡猾とかそういうカードがもし入ってるんだったら、なんかうまいこと絡めて、なんとかうまいこと絡めて、こう、召喚魔術ソースみたいなプリング、もしかしたらできるかもしれないなっていうぐらいですけど、さあ、ゴズミックサイクルの効果。ゴズミックサイクルの効果、これはまあ止めないでしょうね。圧倒的に止めません。召喚魔術。絶対召喚魔術まで何もしないっていう鉄の意志。さあ、メガロイドシティの効果で、伏せカードを破壊しようとして、狡猾の落とし穴を、発動すると。で、支援のこれは一回止めましたね。支援の効果で狡猾の落とし穴は止めていく。さあ、あとは召喚魔術が、まあ、あるんですよね。で、これは一回止めますよと。もう一枚あるかどうかですね。もう一枚あるかどうか。もう一枚あるとプルカスで盤面崩壊っていうパターンがなかった模様です。なかった、何もできません。ロイド召喚獣なすすべがない。なんでこのデッキが許されたんだ、当時どうしてだ。なんだこのデッキ、二度と帰ってくんなお前ら、戦国時代に戻りやがれ。さあ、決勝で六部衆が待っています。六部衆と相まみえるのは根性ヒーローなのか、しばっかり知らぬになのか、どちらになるんでしょうか。注目してみていきましょう。さあ、ってことはそこそこ良さそうですね。まあ、バイオンもあるし、まあ一応巡るマスクもあるんで、なんとか戦えそうな気配はありますね、ヒーロー側。さあ、しば知らぬは、あとはしばっかり引いてるかどうかといったところですが、結構ですね、ヒーロー側は割と高校取ると意外とワンチャンあるんですよね。さあ、黄金椅子の効果で、あ、モノラコを先に除外しておくと。なるほど。で、宮塚さんの効果発動。宮塚さんで、うまいですね。これはですね、鍵物が自動的に後で除外されますんで、これでモノラコが帰ってくると。で、墓地に宮塚さんが落ちているという状況。これは、芝刈りスタートはできなかったんですけども、まあ、そこそこ、まあ、70点ぐらいの展開はできてるかな。あとは防御札セットできたらすごい強い。さあ、モノラコが、特殊化されまして、で、あやかしがみしらぬいの効果によって、除外して打点をアップしておいてからのカードを1枚セットできる。あー、なるほど。さあ、スノッケー来たか。あ、強いですね。ハンドは強いですね。あとはこれ、ハリケーンかなんかを引いて、なんとかその5000の2連打を決めていきたいところではありますが、局長は引けない。局長引けないか。まあ、さすがにバイオン召喚ですね。バイオン召喚して、バイオンの効果発動。バイオンの効果によって、デッキから、ヒーローモンスター対応墓地のフリー、そして、融合サーチまでは行きましょうか。これワンチャン、これ人掛けで、人掛けトリニティ、これ決まったね。これ決勝進出じゃないですか。あ、でもあれか、宮塚さん落ちてるのか。宮塚さんが落ちてるから墓地に、モノログの国家で、フリーチェーン除外が飛んでくるのか。フリーチェーン除外っていうか、フリーチェーン破壊が飛んでくるということは、まあ、とりあえず、まあ、3体融合はするしかないですよね。3体融合して
でトリニティぶち込んでいくしかないんだけど、で宮塚さんが除外されて破壊される効果にチェーンしてマスクチェンジ打つしかないかなと思うんですが、さあトリニティチャレンジぶち込んでいく。まあ巡るがあるからこれ次のターンなんとかなればいけるかもね、意外と。でこうしてでバトルじゃないですか。でトリニティでまあとりあえずあやかしが3つついて、で多分ここでまあおそらくバトルステップにモノフラ効果で宮塚さんが除外されるんですよ、ですよね多分。で破壊してくるよっていう効果にチェーンして変身するっていう感じですかね。うん、それしかないかな。で2000の中で上がりながら宮塚さんの効果でトリニティを選択するか。マスクチェンジ発動、ビジョンヒーロートリニティを墓地に送り、エクストラ距離マスクヒーローアンキを特殊召喚。さあ攻撃続行、アンキでアタックしていきます。さあこれは何を、どれを殴るか、これ問題ですけど、まあ、モノロフ殴っちゃいけない、モノロフ殴っちゃいけないんだが、まあ、一応墓地にはもういないから、あ、ダイレクトアタック、まあ、おそらくですね、あの伏せカードがなんかヤバそうなカードだなと思ってると思うんですよ、おそらく。なので、まあ、ここは多分ですけども、あの攻撃はモンスターにしないっていう選択肢を取ったなと思います。ジュダイ君はね、ジュダイ君確か、え、当時の俺に聞いてるんですけども、確 か, なんか砂時計的にあのカードなんかね、めぐるっぽかったんだよ確か、なんかめぐるかなってなんか読んでて確か。なのでダイレクトアタックかますしかなかったみたいな感じだったと思うんですけども、あー強いカード引かれたトップ強い、トップ強よ、トップ強よ、バカじゃねえの、バカじゃねえの本当に。宮塚さん落ちてんだな、宮塚さん落ちてるから一応フリーシェ除外で、あの破壊飛んでくるし、帯同落ちてんだな。であやかし神の効果でまあめぐるしかないよね、これは。めぐって一応モノロフかまあシナリがあるんだけど、まあどっちでも同じで、まあ一応とりあえずこっち下げとくなんかもうやばい気配しかしませんけどね。で、まあ、一応打点下げていく、打点を下げていく、一応ゼロになって、で、まあやかし神シナミンの効果で何を除外するか、これ選んで除外する効果なんですね。あーなるほど、それはうまいね、それはうまい、それはうまいで物の効果除外された場合、墓地のシナミモンスター一体を、手札に加えることができます。さあこれで手札に加えられるのがミヤズカサ、ミヤズカサ、おは終わりの言い方でミヤズカサ、ミヤズカサ召喚してミヤズカサ効果、ミヤズカサ効果で、墓地のシナミモンスター一体を特殊召喚できる結構頑張ったんですけど、これ確かですね、確かこれ伏せカードめぐるって言ってましたどっちにしてもおは終わり、決勝進出は6部衆とシナヌイ。